今回は Meet Your Art が主催している NEXT キュレーターズコンペティション2021受賞者へのインタビューです。NEXT キュレーターズコンペティション2021は現代美術の発展を担う若手キュレーターの発掘と育成を目的としたコンペティションで、受賞者には N&A アートサイトでの展覧会開催のほか、展示制作のサポート、多様な側面からのサポートで実施されています。本日は受賞者の一人であるキュレーター島影圭介さんへのインタビューです。また本日はコンペティションに審査員として携わっていただいた山峰純也さんもお迎えしております。島影さん、山峰さん、よろしくお願いいたします。島影さん、早速ですが展示してある服と、はい、今お召しになっていただいている服が、はい、ちょっと変わってるなと思うんですが、何かこの展示と関係ある？関係あります。今回、はい、展覧会に参加していただいているベータポストさんっていうブランドの服なんですけれども、はい、うん、それ実際に僕が衣装として着るっていうのをちょっとやらせてもらってます。なんか素材がね、すごくちょっと変わっている感じがするんですけど、うん、そうですよね。これダンボールじゃないの？ダンボールじゃないんですよじゃないのね。申し訳ないんですけどもはい、はい、これはダンボールに見える革の革で、ここにもプチプチに見える、あのすごく強い素材でできていて、まあその彼自身はこう日常の中にある、うん、あの素朴な素材とか、はい、あとはまあお家がない人がこういろんな工夫してあの自分の衣食住を作ってるんですけど、そういうのからヒントを得て服を作っていて、それ実際なんかこう着れる服というかファッションの言語に翻訳してブランドを作ってるっていう、まあ現実が歪んでる感じの服というか、そうですよね。その素材で再生的に作られたかのように見せかけた違う素材が、そうですね、問いなんですね、彼は結構、はい、おさ、こう人がさ見過ごしてしまいそうなものってをさ、あえてすごくかっこよく着てるじゃない、はい、そこがさ、やっぱりこう考えるきっかけを作るっていうところなのかな、はい、じゃあ島影さんにいろいろ伺っていきたいと思うんですけど、まず今回のキュレーターズコンペティション応募いただいたきっかけは何だったんでしょうか？古くから そのお世話になってる方が、はい、あのまあ、こういう機会があるからぜひ出してみてはどうかというのをいただいて、今まではずっと、まあ、アートというよりもデザインの文脈だったんですけども、はい、やはりこう現代美術の端っこというか、あのどこかこう親和性があるところがあるので、グループ展に参加させていただくというのが今までだったんですよね、なんですけど、なんていうかこうパラリンピック以降というか、少し大きな文脈がなくなった時に、なんかこうそのお話いただいて、自分が参加するっていうよりも、この少しこうキュレーションっていう少し俯瞰的なところから何かこう編集ができるっていうのは、なんか今チャレンジしてみてもいいんじゃないかというふうに思って、ちょっと応募させていただいたという。じゃあ今回の展覧会のテーマとかコンセプトっていったところも教えていただけますか？はい、展覧会の名前は現実の自給自足展、デザインオルタナティブリアリティーズっていうタイトルにしてるんですけども、うん、制作とか実践によって個別の現実を立ち上げているんじゃないかっていう方たちを、うんうん、あのお呼びして、なんかこうスタティックな、作品をなんか展示するっていうよりも、うん、その制作する過程の身体の知とか方法論をなんか社会に開いていくっていう、形にしてまして、なのでここも普段ずっと使ってるんですけども、その公開インタビューとかワークショップとか、そのちょっとパフォーマンスプラスレクチャーとか、ちょっとここに身体が集まって、その来てくださった方たちに身体的な知がこう共有されるような、形式にしていて、でそこで生まれたものがどんどんこう展覧会のあの会場の棚だったりとか、あの空いているディスプレイの中に記録映像が入っていくというような、なんかだんだんできていくような形の展覧会になってます。なるほど。キーメッセージは、そうですね、その当事者であり作り手である状態っていうのがあり得るとか、誰しもそのポテンシャルとか何か、あの可能性みたいなのを持ってるっていうものが
伝わるといいと思っていて、その全部のワークショップとかパフォーマンスがトーク全てに一貫してそのテーマがあるというか、それがいろんなタイプの人にこう伝われば。初日からね、結構あのワークショップ、インタビュー、毎日やってるんですか？毎日やってますね。なんか今までに具体的にどんなあのワークショップとかインタビューがあったんでしょうか？ここに映ってるのはギタリストの田中健太さんっていう方で、はいはい、まあ、彼は都市と音楽みたいなのをずっと制作を通じて考えてる、うん、とあと一緒に、ライブをしてくれた青キットさんっていうダンサーの方なんですけども、はい、まあ、彼もその身体表現と都市みたいなのを考えていて、うん、ここを一つその都市について考えたので実験場みたいな形にしてもらって、はい、13時17時っていうむっちゃなんか長い時間で、それぞれ自分自身がこう音楽とか身体表現で自給自足するっていうか自分の現実立ち上げるまでをやってもらう、はいはい、でそれを戻ってきて今どうやってたかって話す、で次一緒に何どうやるかっていうのをまたこれ作戦会議して一緒にやってっていうのを何回か繰り返して、純粋にただのパフォーマンスっていうよりもパフォーマンスと同時にその人がその音楽を作ったりとか身体表現するときに何考えてるかっていうのをここに来た人に共有してもらうっていうような形をしていて、で彼はなんかそのタイトルユニバーシティっていうタイトルにしてくれたんですけど、なんかまさにこの展覧会に応答した表現形態をなんか選んでくれたという、はい、普通展覧会ってオープンですよって言って初日にもう会場形になっていて来た人たちはもう完成形を、ね、見られるっていうのが通常だと思うんですけど、そこから始まっていって日々いろんな作家やキュレーターの方々によって、評論家の方々によって、どんどん作られていくみたいな、そういった展覧会になってるっていうことなんですね。そうですね。山峰さんにもお伺いしたいんですけど、今回審査員で参加されて、島影さんのこういったテーマとかアイディア、どのようなところを評価されたんでしょうか？近年重要なのは経験のキュレーションっていうことがすごく重要なテーマになってきてるのかなと思っていて、で今ドクメンタでやっている、はい、ウアンルパのインドネシアのコレクティブがやっていることは、そのノーアートメイクフレンズっていうキーワードを掲げているみたいで、要はアートそのものよりもそこで行われる、はい、まあ、友達を作るとか、その経験が大事なんだっていうことをまあ言ってるわけなんですね。でこれはすごく、まあ、現代美術の傾向としても、はい、どんなこう経験やリサーチを重ねていくかっていうことが非常に重要視されるようになってきた傾向があると思います、はいはい、でそういう意味では僕自身も展覧会そのものを作るので、いつ来ても楽しめるとか、はい、彼のアプローチはそういうことの中では、はい、非常に極北というか、すごく、まあ、そっち側にこう振り切ってるんですけど、それを、まあ、今回のキュレーターズコンペの中では非常に、まあ、重要な位置づけとして考えていました。なるほど、そういった流れが今世界で起こり始めている、はい、ということなんですね。まさに島影さんが今まで行ってきた全ての活動が詰まったっていうような今回展覧会だと思うんですけれども、この展示を通じて伝えたいメッセージっていうのはどんなものがあるんでしょうか？現実の自給率を上げたいって僕ステートメントというか、はい、中に入れてるんですけども、やっぱり展覧会やってて僕常にいるんですけれども、はい、すごい響いてる人ってどういう人かっていうと、なんかやっぱ作り手の人なんですよね。ただ作品を見て鑑賞するっていうよりも自分が実践するっていう形で鑑賞できる人にとってすごく響くものになっている感じがしていて、なんていうかそうじゃない読み方の人にとってもこう心動くものにするには多分そこ一個課題っていうか、そのどういう造形にするかとか、その運営の体制も含めてなんか課題はあるんですけれども、何か実践をする機会としての、展覧会っていう形で提供できてるものはあるんじゃないかなって思いながら、はい、
芝影くんの場合、身体の問題もすごく重要なあの展覧会になってるかなっていうふうに思うんですよね、はい、でこの青キットさんが踊っていることもそうだし、あとその棒を担いですごく長い旅をする作家と一緒に何キロかあの巨大な棒を運んできたと伺ったんですけれど、そういうこともしてるじゃないですか。でその翻訳っていうことをテーマにして、まあ、ドミニクさんとか和田夏美さんに入ってもらって、そのグラフィックレコーダーの清水さんにも入っていただいて、はい、違うビジュアル言語と、まあ、耳の主体と、まあ、外国語とか、そういったところでさまざまなこう壁がある中でのトランスレーションをテーマにしているバンド部分もあるし、でこの服もそうだし、いろんな角度から身体をアプローチしていくっていうのが、まあ、大事 でそれが身体が経験になって、でその経験化されていく中でその様々な感情も起こるわけじゃない、でそこで問いが生まれるわけじゃない、でそこにフォーカスをしているっていうことが、ちゃんとはこの展覧会の中であの蓄積しようという意図、意思、これが結構大事なところだと思うので、そこにおける流動性っていうのが今多分すごい重要なテーマになってきてて、文化時代って言われるじゃないですか、でそれっていうのは常に変化していく時代の中でどのようなリアクションができるかっていうこと で美術っていう世界はその非常にその近代主義的な、あるいは象徴主義的な世界から出てきているので、テーマを決めてそれで強いメッセージを打ち出していくぞっていうことが、あの非常に性質として強いんですね。だから美術をやる側の人間からすると、展覧会がオープンした時にがっちりと決まった状態で、みんながいつ見ても変わらないものを提供するのであるっていうことは固定概念としてやっぱりものすごく強く持ってる。けどそういうところから一回離れて、その自分のたちのこう経験的なものを積み重ねていく場として、そして変化し続けるっていうことを受け入れるっていう、まあ勇気からまず始まることっていうのがこれから問われてるんですよね。なので今まであった強いものをドンと提供するっていうことは、今そのエコロジーがなんだって言われる中でもすごく消費性が高いものになってくる。だけどそうではなくて、その新しいその概念の中でどうやって変化に対応して日々構築していくかっていうことを、まあ美術も問われてるっていうのは非常に強く感じることなので、彼のやってきたことのがやはりすごく時代的にも合ってきてるのかなっていうふうには思います。いや、そんなあの、ね、時代の最先端こう追いかけてるなという感じがするんですけれども、島影さんの今後の展望、どんな風にアートの世界と関わっていかれるか、やっていかれたいこと、そのあたりお聞かせいただけますか。なんか技法的なところでいくと、体張るっていうのをやってるんですよね。で僕はなんか作家の人に滑稽だなって言われたんですけど、その12フィートの木材を持って歩くのを僕が自分がやってみるっていう、とか服を展示するんじゃなくて着るとか、なんかその身体的経験をその作家と一緒にやって、で自分自身も変わっていっちゃうんで、生成変化して主観世界がこうなんかやってるうちに変わっていくっていう、僕も流動しちゃうっていうのがあった時に、その一つはこう全部記録をしてるんですよね、その映像を含めて。とやっぱり僕は多分これ終わった後にテキストを書く、あの時起きたことをどれぐらい流通できるものにするかっていうのは一個、そう直近で僕がなんかやらないといけないっていうか、その技法としてあのなんかこう高めていきたいところ でもうちょっと長期でいくと、やっぱりその日本の外だと何ていうんですか、別にその批評的な何かというよりも実践がそもそも批評的だっていうのをやってて、で日本だと少しその文脈ってあんまりないんですけれども、でもあの世界ではそれが起きているし、この展覧会に参加してくれてる人たちっていうのは理論的に解釈しているというよりも身体的にそれがあるっていうのが分かっている人たちだから、なんかある意味今回の機会をなんか一つ共同体みたいな風に捉えた時に、多分同じような精神性を持っている人たちいるから、なんか彼らとまたそういう運動のための何かメディアみたいな形で扱って実践していければいいなと思ってます、
先進的な展覧会ということで、あの展覧会から得られた島影さんの最後のアウトプットのきっとテキスト文章っていうのが最終形で、あの非常に学び深いものになると思うので、ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思います。ではそろそろお時間の方が来てしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。